2011フィファ女子ワールドカップ決勝は2011年7月17日に日本とアメリカ合衆国との間でドイツのフィファ女子ワールドカップスタジアムフランクフルトを会場に行われた延長戦でも決着がつかず PK 戦にて日本がアメリカを3の1で下し大会初優勝を成し遂げた決勝に駒を進めたアメリカは第1回大会を制して以来 女子サッカー界の強豪チームであり続けている。対する日本は、対アメリカ戦通算成績0勝21敗3分と、すべての直接対決で勝利を挙げたことはなかった。当時の FIFA 女子ランキングは日本4位に対しアメリカは1位。ワールドカップにはどちらも6大会連続6回目の出場になるが、第1回と第3回でも優勝を遂げ、 他の3大会でいずれも3位となったアメリカに対し、日本の過去最高位はベスト8に止まっていた。両チームは過去の大会で2度対戦したが、1991年には予選で3から0、1995年には準々決勝で4から0と、共にアメリカの勝利で終わった。日本の決勝進出は、 アジアサッカー連盟所属チームとしては1999年の第3回大会における中国以来にチーム目で優勝すると FIFA フフワールドカップでは初の AFC 勢の栄冠となる。2010年のコンカカーフ女子ゴールドカップで3位にとどまったアメリカはプレーオフでイタリアに勝利して出場権を最後に獲得した。一方の日本は2010年の AFC 女子。 アジアカップで3位となり、この時点で出場が決まった。本大会のグループリーグでは、アメリカはグループ C で唯一負けたスウェーデンに次ぐ2位で通過、決勝トーナメントは準々決勝でブラジルに PK 戦で勝利し、フランスに3-1で勝って決勝に駒を進めた。日本もグループ B でイングランドに敗れ、2位で通過した。決勝トーナメントでは準々決勝でホスト国の ドイツを延長戦の末に下し、準決勝でスウェーデンを破って、決勝進出を決めた。なお、今回は、どちらのチームが勝ってもグループリーグで敗北を、経験した初の優勝国となる。日本の進撃は一般には予想外のもので、イギリスのブックメーカー、ラドブロークスによる、優勝オッズは、大会前には15.0倍だった。準決勝進出時には3.6倍に跳ね上がったが、 同時点でのアメリカのオッズは1.9倍であった。試合開始の5時間前、日本チームは宿泊するホテルの会議室で、日本女子サッカーの歴史をまとめたビデオを見た。過去の歴代代表が経験した努力特難を見て、坂口夢穂は、彼女たちのためにも頑張る動機づけを得たと言った。日本は準決勝と同じ布陣で臨んだ。アメリカのエースストライカー。 アビーワンバックへのインタビューによると、アメリカは早い段階で勝利を確定づけようと猛攻を仕掛ける方針を決めていた。それは、キックオフ直前のホイッスルが鳴った直後にワンバックがセンターサークル内に駆け込んだことからも伺え、安藤小杖は敵の意図に気づいた。立ち上がりはアメリカの思惑通り進んだ。開始後1分でチェニーがドリブルで持ち込んでシュートを放ち、 その後も8、9、11分さらに12、16、18分と立て続けにシュートを打つが、いずれも枠を捉えられなかった。しかし、それでも焦りはなく、ワンバックも得点は時間の問題だと考えていた。日本のキープレイヤー沢誉れは、守備に追われて攻撃に転じられず、チーム全体も慌てて、ロングパスを多用しては相手に取られる場面が続いた。この悪いリズムに、 日本の佐々木則夫監督は15分頃に落ち着いてボールを味方内で回すよう指示を出した。これをいち早く GK の回廃り歩みが組み取り、間を取るためにロングフィードから DF へのパスへ切り替え出した。DF の岩清水氏も同様に周囲に声をかけながら自陣でパスを回す時間を取り、攻撃を促す観客のブーイングに惑わされず、自分たちのペースを徐々に掴み始めた。 しかし、アメリカの猛攻は、止むことを知らず、前半29分には、ワンバックが左足で強烈なミドルシュートを放ったが、クロスバーに助けられた。これに耐えながら、MF の宮間綾はパスをつなげる自分たちのスタイルを少しずつ取り戻したことで視野が広がり、冷静さをもって、攻撃への展開を作ることができるようになってきた。ワンバックも、 日本が自信を取り戻しつつあることを感じ取っていた。前半は両チーム無得点で終わった。日本は悪夢のような劣勢に立たされつつも幸運も味方につけボール支配率は上回っていた。ワンバックは苛立ちを感じていた。チームは数多いシュートを放ちながら得点を取られなかった。日本は目に見えて自信を回復してきた。ワンバックの思惑は全く外れてしまった。 一方の日本は目指していた通りの展開になったと話し合っていた。前半を無失点で乗り切ることは当初からの狙いであった上、チームの雰囲気も良くなり、ラッキーに恵まれた局面もあった。グループリーグで唯一の黒星となったイングランド戦の反省から対角で劣る日本人が勝つには細かなパス回しを主軸とする自分たちのスタイル検事が必要と話し合っていたなでしこたちは、 苦しい前半戦の中でそれを取り戻せたことに自信を深めていた。そして後半にこそ、なんとか、先制点をと、日本はピッチに向かった。先制点を挙げたアレックス・モーガン。宮間の同点打は、瞬間の駆け引きの結果だった。アメリカは、後半を迎えるにあたり、戦略を修正した。日本のボールポゼッションに慌てて攻め急がず、 日本が攻撃で前がかりになったところでボールを奪い、素早いカウンター狙いに切り替えた。そのために前線に突破力に優れるモーガンを投入した。早速後半1分にはクロスに合わせたモーガンがシュートを放つがゴールポストに阻まれた。後半18分には日本が攻め、王の忍が DF の裏を取る飛び出しを見せたが、オフサイドの旗が上がった。これにはアメリカで、 中継放送をした ESPN さえミスジャッジとコメントした。途中までは五分の展開が続いたが、やがてアメリカの戦略が当たる。後半21分に日本がメンバー2人を入れ替えた直後の24分、前線で FW の長里と正樹の判断が遅れ、DF3 人に囲まれボールを奪われると、素早いカウンターからラピノーがロングフィードを放ち、瞬速のモーガンが、 DF 人を破り、熊谷先が必死で飛び込むも届かず先制点を奪った。この一点でワンバックはチームの勝利を確信したという。そして日本には同様が走った。攻めていたはずが速攻で反転されて中央突破を許し、DF 人の隙を突くアメリカが最も得意とするスタイルでゴールを決められ、やはり勝てないのかと意気承知にかかった。その時、 キャプテンの沢が周囲にかけた諦めるな、行こうという声に日本はまだやれると息を奮い立たせた。そして残り20分ごろ、それまで左右に並んでいたボランチの沢が攻撃重視のトップ下に出て中盤の守備は坂口が専念するようポジションを縦並びに変えた。まずは同点に追いつかなければならないと坂口は点に絡める沢を送り出した。 これが日本に流れをもたらし、波状攻撃を仕掛けて何度もチャンスを作り出せるようになった。一点が入ったことで、アメリカの動きは鈍くなった。それに対し日本は、疲れをものとせず、走り続けた。そして後半36分、高い位置で長里が前線で寄せ、ボールを奪った川澄が、右サイドへ深く切り込んだ A 里へパスを通し、 上げたセンタリングを FW の丸山カリナが絡んだ。混乱の中アメリカの DF がクリアしようとした時、自陣から約50メートルを一気に駆け上がってきた MF のミヤマが飛び込み、体でのワントラップを挟み左足でゴールを決めた。シュートの瞬間、ミヤマはインステップで向かって右に蹴ろうとしたが GK ホープソロに読まれたと感じて、刹那にアウトサイドを使った左狙いに切り替えていた。 その後両チームは互角に戦い、終盤にはアメリカがパワープレーを仕掛けるも得点は入らず1から1のまま、試合は延長戦に持ち込まれた。延長戦でもコーナーキックやロングパスなどを積極的なシュートへつなげて攻めるアメリカと守る日本の図式は続いた。ヘディングを決めた時、ワンバックはこれで終わったと思った。騎士改正のシュートを決めた結果を、沢は目で酔えず、 完成と駆け寄るチームメイトの姿からゴールが決まったことを知った。そして14分、沢のクリアミスをアメリカが拾い、センタリングをペナルティエリアでフリーになったワンバックが決めた。延長でリードを許してしまうと追いつくことはとても難しく、何より心がくじけてしまう。ワンバックはこれで死ーは決したと思った。しかし、川住直美は長里と このくらいの方が楽しいと言葉を交わし、三山も大事なのはこの後だと考えていた。日本の心は折れず、逆に結束力を高めてアメリカに迫ったが、得点の動きはなかった。前半終了後のわずかな時間、FW の川澄は佐々木監督に進言し、丸山とポジションを入れ替えて右のウィングに入った。運動量豊富な自分がこのポジションにいれば、 アメリカのボールを奪い攻撃へ転じやすいと考えたためである。川澄は3、4分の攻撃の起点となったが、これはゴールには結びつかなかった。後がない日本は、両 SB の金がゆかりと、サメ島ヤもポジションを上げ、攻撃の厚みを増した。この勢いの中、金河がオーバーラップを仕掛け、沢のパスを受けて、ゴール前に迫ったが、得点には至らなかった。だが、 これで日本は左サイドからのコーナーキックを得た。その直前のプレーで GK のソロが負傷し治療を受けて中断されたわずかな時間、宮間、坂口、沢の3人が集まった。坂口のしさに宮間がニアに蹴ると言い,い、それに沢が1番に飛び込むと答えた。12分、宮間のキックに飛び出した沢はニアサイドで右足を伸ばし、触れたボールは ワンバックの体に当たって、アメリカのゴールに突き刺さった。残り3分でつかめた勝利が手からこぼれ、アメリカの選手たちは立ちすくんだ。しかし、最後の攻撃を仕掛け、アディショナルタイムの16分に、縦のパスからモーガンが抜け出した。これを、岩清水が身を挺して阻止したが、相手と接触し、FK を与えた上に岩清水は、レッドカードを受けてしまった。 人生初の退場処分を受けた岩清水がピッチを去った後、ロイドが放つ FK を日本は懸命に守った。そしてタイムアウトを迎え TEB で観戦するオバマ大統領がツイッターでタフな試合と評した激闘は引き分けに終わり、PK 戦に持ち込まれた。PK の順番を決める際、日本側では AS の沢がキックを嫌がった。 川澄はめったにないチャンスだからと進めたが誇示し、GK の後に決まった。一方で4番目に指名された DF の熊谷は、佐々木監督の説明、背番号が4だからに苦笑した。組んだエンジンの中、佐々木監督は笑顔で楽しんでこいと選手を送り出した。その輪の中、GK、海堀の表情は厳しかった。攻撃陣が得点し追いついてくれたが、 に失点を喫した自分の頑張りどころはこれからと気合を入れていた。コイントスで PK はアメリカが先行となった。一人目のボックスが中央寄りのシュートを放ち左に飛んだ。イ掘りの裏を書いたように見えたが、反応して出された右足に引かれた。続くロイドは枠を外し、三人目のヒースも狙った。左側を阻まれた。日本側はミヤマが、 遠藤ド人を彷彿とさせる落ち着きで決め、長里が止められたが坂口が続きにから例となった。アメリカの4人目ワンバックは成功したが、次を決めれば日本が勝利する状況に変わりはなかった。それまで味方を信じ集中するためキックにあえて目を向けなかった回掘りと退場後は通路のモニターから視線を外さず、 祈り続けていた岩清水が見つめる先で狙いを読まれたくないと一度夜空を見上げた熊谷のシュートはゴールの左上に突き刺さりサッカー女子日本代表はワールドカップ初優勝を遂げた。チーム 1V、チーム2、ありがとうございます。